ソレフレチーム大どんでん返しです。私たちは曇り空を晴らすように皆様の心を晴れにするというコンセプトのもと、ここ京都を中心に活動しています。本日お送りいたしますテーマは右近の橘、左近の桜です。本日6代目一日限りの復活演舞、皆の者笑顔の準備はいいか。それでは参ります。知恵の桜、生命の橘、千年の時を超え今日の人々に笑顔を運ぶ、心一つに構え。古の平安神宮、そこに咲き誇りし日本の木々、美しく儚き桜、不動の命を帯びる橘、互いの思いがつながりしとき京都の街に奇跡が起きる。大どんでん返し2013総演、平安の風に乗り満開の桜を華やかに舞う。さあさあ橘よ、行くぞ。力強く耐えることなき生命の命、どっしり叫や歌えよ笑えよ踊れ。さあさあ皆さんも一緒に、それそれよいやった。大どんでん返し花の祭りへようこそ。はっ、共に生きてきた桜と橘、互いに譲るその場に美しく歩みは異なる方へ。どっせいか、生き抜く力こそ全て、人々を魅了する美しさこそ全て、トワの命、刹那の輝き、命の輝きは陰り、桜は儚く散りゆく、そして互いの大切さに気づく。一人で咲いて何になるのか、二人でも咲き続けたくて、失って初めてつながる。
見てくださったお客様に最高の笑顔で礼。ありがとうございました。撤収。ありがとうございました。チーム大どんでん返しの皆さん。